動画配信をご覧の皆様、藤間勘次郎でございます。本日はですね、清本の三社祭という演目をご覧いただきたいと思っております。この三社祭と申します演目はですね、まあ、私もそうですし、また若手の歌舞伎の俳優、舞踊家、皆さん、一度は踊ってみたいという、まあ、登竜門というよりかはもう憧れの作品でございまして、私も大好きな作品でございまして、私も、3遍ほど踊らさせていただきました。今回はですね、京都春秋座におきまして、私と四代目の市川猿之助さんと2人で務めました舞台をご覧いただきたいと思います。では、まずは映像をご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Oh!
Bye.
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。私、本当にこの作品、清元の三社祭りは本当に思い出深い作品でございまして、初めてやりましたのは小学生の時でございました。今の市川海老蔵さんとお二人で、やりましたのが初めてでございます。で、その時は、お父様の、市川團十郎さんに、本当にこう、手取り足取り、ここはこうやってやった方がいい、ここはこうした方がいいってことを本当に細かく教えていただきまして、すごく思い出に残って、今でもそのことは、ずっとこう目に焼き付いていることでございます。また第2回目はですね、私たちの流派のお家元藤間寛右衛門さん、尾上松緑さんですね、と2人で私が勘十郎襲名の時に踊ったことがございました。これもやはり、私が今の名前藤間寛十郎というものを継ぐ時の演目でございましたので、すごくこれもやっぱ思い出深いことでございます。また3回目が今回ご覧いただきました猿之助さんと2人でさせていただいたこの素踊りという形の三社でございまして、この素踊りの三社祭りと申しますのは、亡くなりました中村勘三郎さんと坂東三五郎さんと私の母親、三世藤間寛祖が3人で、作り上げた、ものでございまして、それをこの私が、引き継いで今は上演させていただいている次第でございます。とても本当に私にとりまして、大切な、演目でございます。このやはり演目はね、一つ間違えますと機械体操みたいなね、踊りになっちゃうんですけども、やはりこれをいかにこう、清元の舞踊らしく踊るかということを心がけながら務めるというのが、一番の課題だと私も思っておりますし、私もそれを常に心がけて踊るようにしている作品でございます。本日はありがとうございました。